昨日から始まった夏の交通安全県民運動に合わせ、武雄市では地元の中学生などがドライバーへよかろうも運転をしないよう呼びかけました。街頭での呼びかけに参加したのは武雄北中学校の生徒や武雄警察署の警察官、県の交通安全キャラクターマニアや県警察マスコットの五郎くんなど合わせておよそ80人です。今朝7時過ぎから武雄市竹内町の梅の原交差点でスマホ禁止や信号厳守などと書かれたパネルを手に持ち、ドライバーによかろうも運転をしないよう注意を呼びかけました。最近ですね、暑さも増してきてですね、交通事故が増加傾向になっております。よかろうも運転をしないようにですね、心にゆとりのある運転に心がけていただきたいと思います。警察によりますと、去年県内で起きた人身事故のうち追突事故がおよそ4割を占めていて、警察は運転中に携帯電話の使用をしないことや早めに合図を出すことなどを呼びかけています。